魔導の国カタイン。魔王ガーネフが支配する魔導士たちの聖域である。ひとたび彼らが呪文を唱えると、いかなる勇士といえども身を守る術はない。一人また一人、勇敢な兵士たちが傷つき倒れていく。カタイン、それは呪われた暗黒の街なのか。どうもこんばんは、こんにちは、テッシーでございます。はい、ファイアーエムブレム第12章ですね。課題ですね、ここを今回クリアしていきます。で、目標は何でしょうか。まあここの制圧だとは思うんですけれども、ボスが普通ですね。ドラゴンナイトがいて、結構広いマップですね。上からなんか天幕騎士団、ああ盗賊さんいますね。リカバーがあります。リカバーの杖は確か回復、全回復ですね。でここマップ広くて動きやすい感じがするんですけれども、砂漠はほとんどある、ナイトとか馬乗ってる人ですね、そういったものは全然移動できない状態だと思うんですよね。こいつがガーネフですね。はあ、ファルシオン持ってますね。魔風の書、ああここはね、多分このガーネフは倒せないかったと思います、確か。ですので、まあ精鋭部隊でいければと思います。カシムもそんなに、マリック、まあ、ジュリアン行きまして、レナ、マリアと、まあここは本当にバヌトゥも入れときますか。 あと弓隊、ああでも弓隊入れとかないとちょっと厳しいですかね。ジョルジュ、あとはもうって感じですよね。ウェンデル、リンダ、ウェンデルとカシム入れときますか。じゃあこれでちょっとアイテムさんを整理させてもらおうかなと。輸送隊に預けますと。でね、ちょっとここからら辺がやっぱり重要になってくるとこなんですよね。キルソード持ってないですね。キルソードは余ってますね。よかった。まあちょいちょいというか、やっぱり普通に難しくなってきます、普通に。はい、ライブの杖と、ライブの杖1個か。でこうやってね、ライブの杖とか1とかあるとちょっとやっぱり1回で消えちゃうんで、そうするとちょっともったいないかなっていう気もするんですよね。手あり、鉄のリフスのリ、リンダ、なるほど。武器弾ですかね。サンダーがありますか。入れときましょう。バヌトゥは下流石ですね。銀の槍、手あり、鋼の槍、大丈夫でしょう。手ありがあると、手ありないか。手あり切れ。武器、銀の槍。なるほど。手ありあると便利なんですよね。ちょっと借りますか。アイテム渡す、パオラとカインも渡します。で、そうですね。まあ、このメンバーでいければと思います。カシム、大丈夫ですかね。ドラゴンキラー持ってますよね。はいと。これでいきます。はい、お待たせしました。ほうほうほう。あやつら、まだ分かっておらぬようじゃな。この魔風ある限り、わしは永遠に不滅なのじゃ。白き賢者よ、もはやお前にも邪魔をさせぬ。古代神殿ラーマンに竜の女神ある限り、星の光は我が闇を照らすことはできぬのだ。
悪そうな顔ですね。はい、行きます。でこれは確か数ターンすると逃げるというかどっか行ってしまうので、その間にねここの魔導士を倒せればと思います。でただこの盗賊もいるので、ここの宝箱をね死守しないといけないので、宝箱についてはこの下ですね、この飛行部隊で処理します。下は行かない方がいいのかな、ここの方がいいのか。でペガサスナイトを全員入れたわけなんですよね。まあというか、まあ、前回のマップで仲間になったパオラとカチュアがね、カチュア姉さんがね美しいと、でこの魔法使いは早々にもう倒しておけば問題ないのでさっさと倒しちゃいます。何を慎重になっているのかと。もう銀の剣でもう一発ですね。ザクッと必殺75ですね。オグマ敵なしですよね、もうこの時点で。早くナバールも勇者にしたいんですよね。ナバールは一発で倒せるか。倒せましたね、銀の剣様々です。銀の剣強いんですけど、回数が20回って最初から決まっちゃってるんですよね。そこがちょっとね。であとはこの魔導士とこうドラゴンナイトですね。やっぱりこれこっち仲間の味方のドラゴンナイトも強いんですけれども、相手のドラゴンナイトもやっぱり強いんですよね。で移動力が10あるので、もう1回2回3回でもう前に進むと射程の範囲に入っちゃうんですよね。ですのでここの章はまずは耐えることです。まあここのね、ここの砦を拠点として戦っていければとは思うんですけど、実際はそこの拠点で待機するまでに至らずなんですよね。その前になんとか弓とかでね決着をつけたいところではあるんですよね。バヌットゥは変身するのはもう1ターンか2ターンしてからです。はい、ではターン終了と。あ、片面マジが、あ、なるほど、あそこから魔導士が出てくるわけですね。これちょっとやっぱりきついですね。まあここら辺り、ああここもやっぱり難しい部類のマップに入ると思うんですよね。特に初見とかね、まあ昔実際小中学校生ぐらいですかの時にやったことあるんで、そのなんとなくこうすれば大丈夫かなっていうのはやっぱりわかるんですが、初めてやる時とかね、ガーネフの魔風とかどうやって倒せばいいんだとかね、知らねえよっていうね。あー、これが来るわけか。次のターンも出てきますね、おそらく。で先ほど申し上げたこれですよね。もうしかも手槍持ってますから、もうこれここがもうほぼほぼ射程範囲内っていうね、恐ろしいですよね。気をつけないとこっちのナイトペガサス隊とぶつかっちゃうんで、まあこれはここに回避しといてと。まあ一応手槍装備しておきましょう。でここですよね。で手槍装備と。まあ、3人もいらねえんじゃねえかとは思うんです。4人か。ミネルバとか取っときたいことは取っとき、あーそっか、ミネルバ取っときますか。どうせ魔法防御が0なんで1ですよね。こっち3とか、あー6とか6とか6とか666なんで、ミネルバはちょっと取っときましょうか。手槍か。じゃあ この人はこっちにおびき寄せちゃいましょうか。手槍装備して
1体を倒しちゃいますか。こんな感じで。でこっちのドラゴンナイトもそんなに遠くないんですよね。でここに来るんで、ここに来るんで、次は 1,2,3,4,5 で、もうここ、もうここ防衛線がね張っとかないとやばいんですよ。一回戦ってもいいか。じゃあもう一回ここでドラゴンキラー装備しといていいですかね。ここでもう抑えちゃいましょう。あれ？でもそんなに脅威じゃなかった。もしかすると普通に攻撃してきてくれればまあ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 そこそこって感じですね。あ、じゃあいけるか。いけますね。なんかビビッ、あー違うわ。そうそう、あ、まあ大丈夫ですね。さっきからすいません、なんか こいつが来る前に対処すればなんとかはできるとは思います。ちょっと一旦ターン終了。ちょっと流石使っときましょう。ここら辺で念のためですね。ちょっともうミスはできないんで、許されないっていうかね、ノーリセットでいってるんで、死んでしまったらそこまでですんで、これでちょっと待機で、カラーイマージ現れますね。ちゃんと現れました。あ、そうですね、魔風の書がやっぱりちょっとドラゴンナイトさんがうまく来てくれれば、うまく来てそれで倒せればあんまり損害というか次のターンが楽です。でこれをね、砦で守るとすると、次のペガサスナイトとかもね来て、左上の、お、うまく来ましたね。ドラゴン対ドラゴン、しかもレベル3対3、ちょっと負けてる。姉さん、ミネルバ姉さん来てくれました。あー、何、戦いをしないだと。まさかの事態。なるほど。かあ。ペガサスナイト6ですね。魔防6、攻撃7。あ、じゃあこれは大丈夫か。ああ、何、入れんだと。うわー、入れないのか。これはちょっときついか。まあ取られても一応倒せば取り返せるんで、どうということはないんですが、なるほどですね。まあこっちの射程に入らないようにしつつですか。魔風、きついな。ここは一応大丈夫だと。で、あー、でもな、うわ、そっか、装備しちゃったからか。森から攻撃されるのがちょっときついかなと思ったんで、装備手ありで、パオラも行くと。パオラも行った。あー、ちょっと待ってください。これを先ちょっと対処しましょうか。あー、やっぱりでもそうですね、上からこうやって来られるんで、あのカシムが次無条件で攻撃されちゃいますね。もう銀の弓でダメージとか計算もうするのちょっとめんどくさくなってきちゃったんで、もう確実に一撃で葬れるっていう。次が魔風の章ですね。あー、なるほど、ここまで届く。ファイヤー、ファイヤー、サンダー、7760、大丈夫ですね。まあ倒しちゃいましょう。脅威なんでドラゴンナイトは。一撃一戦ですね。大熊強し。で、こい、こ
これをどうするか。これで倒せれば一番楽です。当たれ。よし、はい、と。何のステータスも上がらないと。邪魔、ちょっと安心できるのかな。ここどうだったですかね。次のターンは帰ってくれるのかな。帰ってくれるかな。まあじゃあここ、まあ、マルスは上げときますか。まあ一応大丈夫な感じのところで待機しておいてっていう感じですね。次のターン帰ってくれるんですかね。帰ってくれなかったらちょっと困りますが、ああ回復させとけばよかったか。またミスりましたね。ミスっていうほどのミスじゃないですが、傷薬は持ってると。ライブの、あ、ライブの杖持っとるやん。ミネルバ姉さんがまだ持ってた。まあ、こんな感じでターン終了です。さあここからですね。うわ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 、あーそっちから来るのか。いろいろやってくるな。いいねこの感じが。え、そっちから来るんですか。そういうもんですか。司祭はちょっと強いですね。司祭はマージの上ですか。そっちに来るんかいというね。はい、案の定来ましたね。まあ近接攻撃されるともう何にもできないんでね、こっちは。うわー、そっちかい、そっち来るんかいっていう話なんですけど、盗賊あそこにいる間に倒せればいいんですが、倒せますかな。ちょっと厳しい気が。あー、手やり1回か。ちょっと厳しい気がしますが、あー、なるほど。ガーネフまさかこっち来るとは思いもせんだ。なるほど。まあ次盗賊ここに来てくれたらこっちから攻撃はできなくもないですが、あ、これ以上右行けないのか。あ、行けますね。手やりでちょっと一回与えてどうか。しかな。18。ガーネフがこっちとは思ってないですからね。でこっちちょっかいされてもちょっと嫌ですからね。あ、まあこれマリックで倒しました。マリックで倒します。これはこれで倒せると。これはこれってもう人の名前をね、カシムで倒しますと。はい、レベル上がりました、ありがとうございますと。でマリックでエクスカリバー行っちゃってくださいと。飛行系に特攻を持ってるんで魔法防御強くても関係ないですね。うお、出ました、99。多分最強じゃないですかね。99多分超えないと思います。はいと。でここ1位の
あとはこっちですね、あ、そんなに言うほど難しいマップじゃなかったかもですね。川渡れるんで、オグマさんが。で、鉄の剣で十分ですね。はい、一撃必殺また出ました。どんどんレベル上がっていきます。まあ、このね、どんどんちゃんと強くなっていくっていうのもね、醍醐味の一つですよね。マルスもそろそろやっときます。高速がキルソードでいきます。2回連続なんで、連続というか2回攻撃できて、必殺が、はいと、お疲れ様ですと。で、マージはこっちには起こらないと。そしたらライブで回復しておきましょうと。このライブの杖3をもうなくしときたいですね。レナとマリアが、レナ司祭の指輪、クラスチェンジアイテムがちょっと出てこないですね。誰か持ってましたっけ。あ、レナに回復またさせるの忘れましたね。まああとは盗賊をなんとかできればといったところですよね。あ、なるほど。あ、もうマールスのとこには届く状態だと。じゃあまあここでいいですかね。で、ターン終了で、バナトゥが壁になってもよかったんですけど。お、マルスよ、残念だがいつまでもお前の相手をしておれぬ。このファルシオンが欲しくば底辺まで取りに来るがよいと。ということで消えました。丁寧に取りに来てくださいと教えてくれてます。お、ついに司祭が、問題なし、何の問題もなしです。まあこのオグマはやっぱり強いですよね。一人強いのいると安心ですね。で、このシミュレーション RPG とか、まあシミュレーション RPG ですね、一番その、まあオーソドックスなのが、やはり、これ、強いのを一人育てて、切り込ませていくっていうのが、一つの方法としてはありまして、で、他にやっぱりもうちょっと難しくなってくると、全員のレベルを上げないとクリアできないですよね。できないとこも出てきます、正直言って。ですので、そこをどうするかっていうね、問題というか、まあそれをね、このファイアーエムブレムのゲームボーイアドバンスバージョンの一作目ですかね、炎の紋章じゃなくて、ロイちゃんが主人公のやつで、ハードモードがめちゃくちゃ難しくて、最初はまあまあなんですけど難しくなってきて、そこをクリア、最初以降の部分、最初は簡単なんですけど、途中で一番難しいマップがあって、そこまでにいかにみんなのレベルをちょっとずつ上げとくかっていうのが重要になってくるっていうところもあったんで、ないけどいいか、銀の剣で。もうあとは進めていくだけですね。なんか調子に乗って魔導士いっぱいリンダとか入れちゃいましたけど、そんな使わずに済みましたね。力素早さ武器レベル HP3 段の書を持っていたと。サンダーの書を預けます。問題はこっちですよね。秘伝の書魔除け、
ここに入れないのがちょっとね痛いですよね。パオラさん倒してくれ、当たれ、よし、リカバー持ってた、秘伝の書持ってた、魔除けを持っていたと、ありがとうございます。とジュリアンがいらなくなりました。であとは この人たちをうまくね、そっか、どんどん出てくる、来てしまうんですよね。これ降りるとどうなる、まあちょっと、まあ降りる前に倒しとかないと、倒しとかないとやばいですからね。いや、もう鉄の手槍で、全然1しか効かないんで全く問題ないです。で、手槍ですね、待機で。もう敵いないでしょう、だって。そうですね、情報だけちょっと聞いとけましょう。ミネルバいける、いけたけど、その前に回復、回復、マリアで行こう。ミネルバ姉さん乗ってるの可愛いですよね。騎乗してますよ。で、情報ですね。魔法を防ぐには鎧じゃダメだよ。 M シールドの杖や聖水を使うのさ。そういえば M シールド持ってましたよね、マリアが。うん、まあ本当はこれを使って突っ込ませればもっと楽になったかなってのはあるんですけれどもね。でちょっと時間が来ましたので、一度動画はここで切らせていただきまして、次、まあ左上のマップの左上ですね、制圧していきたいと思います。動画の移動をよろしくお願いいたします。失礼いたします。